さあ、すみちゃん、いよいよ王様が登場しました。北海道来てこのまま行きますよ。北海道で秋鮭ですね。荒巻鮭っていうのは、うん、どういうものか。これはもう生のやつを腹裂いて、うん、でもうガチで塩締めして、ただ漬け込んでないんですよ、うん、甘塩、うん、はあんまりしょっぱいのね好みがあるから、うん、これやっぱ切り身じゃないからうまいんだよね。そうそうそう、丸だから美味しくって、塩は外から入った方がうまいんで、うん、はいはい、皮から入ってった方が、うん、まあ、中でこう塩振りしてもやっぱ塩が当たっちゃうんで、うん、魚って手を加えれば便利だけど味が落ちてくるもんね。そう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 、だこれを家で切って、まあ、ラップにくるんで置いといて、はい、で食べる時に焼いて食べる。そうですそうです、これはもう醍醐味だな、北海道の。しぶし初上陸、荒巻鮭丸ごといきます。さあ佐藤さん、今年もよろしくお願いします、はいはい、ます。これもう言うまでも なんと言っても僕の一番のお気に入りで、これは利尻漁協、はい、漁協が出してるラーメンって珍しいですね。そうですね、今もうすごいブームで、利尻昆布とかテレビでよくやられてるじゃないですか。なんとこれ普通昆布ラーメンってスープだけで、この場合麺に入ってますね。そう、麺に練り込んでるシリーズなんですね。それは素晴らしい、はい、さあそして今年はなんとこのレギュラーのラーメンに続いて新商品がある、はい、そばと、はい、すごい、利尻そばと利尻うどん、練り込んでるシリーズですね。練り込んでるシリーズ、はい、昆布そばと昆布うどん、これ体に良さそうですね。すごいあっさりしてとても美味しい。ぜひ利尻漁協の練り込んでるシリーズ、はい、ラーメン、うどん、そば、ぜひ皆さんお試しください。お試しください。利尻漁協シリーズもう一個、はい、これも出します。スープカレーっていうのは本当北海道っていうこと、北海道が発祥なんですよ、ね、北海道がほぼ発祥だと。豚骨とか鶏ガラとかいろんなベースがあるんでしょうけど、豚骨スープカレー、鶏ガラスープカレー、まあ、エビとかさまざま、これに関しては利尻昆布が入る、はいはいはい、すごくあっさりして召し上がり、いやこれは美味しいと思います。はい、はい、ぜひ皆さんお試しください、はい。さあ次は大人気のイカメシリーズ、今年は去年も登場したこの北海道コーンバターショーですね、はい、これは中にコーンが入ってて、コーンが入っててでバターグリーンになってる。なるほど、はい、これデザインいいですね、ちゃんとコーンになってるわけですね。これはもうそのまま温めて切るだけ。そうですね、大人気北海道といえばコーンバター醤油、はい、これは重いですね。これはかなり大きいんですけど、イカ大量飯、中身何入ってるんですか。僕はシンプルにイカ飯なんでご飯だけです。で、ウニホタテも入ってる。ウニとホタテが入ってる、豪華セット。これはすごい、北海道の海の幸がイカのお腹の中に入ってる、はい、2人3人十分、ね、そうですね、1人ではちょっと食べきれない。かなりこれ重いです。これは携帯で比べるとこれぐらいですね。まあまあ大きい、イカ大量飯、ウニ、ホタテ入り、ぜひお試しください。まさに気になるんですけど、一言大きく肉と書いてるこれ、はい、十勝の清水町、十勝清水町の、はいはいはい、近郊の清水町の、はい、まあ、ブランド牛を使ったカレーなんですけど、十勝若牛が入ってるんですね。肉、ステーキが丸々入ってる、ステーキが丸々入ってる、肉好きにはたまらないカレーですね。すごいですね、何でも入り福田商店で売りますね。僕お魚売ってるんですよ魚が一切入ってない、思いっきり肉って書いてるこれそのまんまですよね、肉。あ、なるほど、あのアメリカのニクソン大統領とニクソングレイシーかけてる、ニクソングレイシーはかけて関係ない、絵がまたこれ、あ、これ多分ギリギリですよ、ホワイトハウスですねそうですね、なるほどな、あのちょっとギャートルズ的な、すごいな、ニクソン大統領俺好きになった。十勝若牛の、ニクソン大統領の肉デカビーフカリー、ぜひ皆さん食べてください。ステーキ丸ごと、丸ごとステーキ丸ごと入ってます。さあ佐藤さん、はい、これなかなか実は去年苦戦するかなと思ったら売れたんですよ。売れちゃいました。売れたんですよ、これが。ありがとうございます。これは北海道のソウルフードですね、はい、もうソウルフードというか、まあですね、僕らのおじいちゃんおばあちゃんぐらいの人が知ってるぐらいの商品、何十年ってやってるロングラン商品。改めてこれどういう、ちょっと甘酸っぱい味になってまして、うん、で、まあ、親子漬けって品名の通り、ちょっと白身魚のタラとか、あと漬
でその魚卵ですね、はいはいはい、これをこう和えて、はい、で生食で食べる、はい、まあ、酒のおつまみです。なるほど、タラの子供とタラの親と。そうです、親子漬け。親子漬け、名前がいいですね。今あの親子関係が希薄な時代ですから仲の悪いとここれ食べたらね、親子も仲良くなるらしいので、タラの親子漬け、北海道のソウルフード、ぜひ皆さんお召し上がりください。これですね、これですね。さあこれもマニアックシリーズ、はい、これも北海道のまあ皆さんの定番ですか。これはもう年末の定番ですね、はい、これ魚でいうとこちらがニシン、ニシンホッケ、ベニシケ、あベニザケ、はい、工場発酵させて、そうです、発酵食品、じゃあ体にいいわけですね。体にいいですし、保存食として、あ昔の人は冷蔵庫なかった時代に発酵させて酢を効かして、はい、わあ、これはもうかなり歴史のある食べ物ですね、伝統的な。これはお酒のつまみに、お酒のおつまみでもいいです、ご飯のおかずでも、はい、食べたい。ちょっと酸っぱい感じ、酸っぱい、体にいいですからね。酸っぱいですけど麹が効いててちょっと甘みがこう感じられる。いいですね、麹の効いてる、はい、今発酵食品、はい、大事ですから皆さん、北海道の伊豆市、ホッケ、ベニシャケ、ニシン、どうぞお召し上がりください。じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今年も定番ですね、はい、そうですね、沖奴隷酒、はい、これ何酒か、はい、これ一応ロシアで漁獲されてる、うん、白酒っていう言われてる種類なんですけれども、はいはいはい、まあ、多分馴染み深い言葉で言えば荒巻鮭とか、荒巻鮭、そういった鮭と同じなんですけど、はいはい、こちら一応ロシアのカムチャッカ半島の方で取れてる、はい、漁獲されてる鮭なんですけど、まだまだカムチャッカっていうのは手つかず自然が多く残る漁場で、プランクトンが豊富でなの で、 でこれ沖鳥って書いてあるように、うん、沿岸で取れてる鮭より沖鳥の鮭の方が油分が多いんですよ。あ、沖で育ってるから、はい、その沖鳥の原料だけ厳選して使ってる商品なので、はい、うん、油ももちろんありますし、そうですね、白いですもんね、はい、焼いたらこうジュワッと油出て、そうですね、皮がパリパリで、はい、最近鮭の皮食べない人多いじゃないですか。皮も召し上がっていただきたいです。鮭はね、絶対皆さん皮を食べなきゃ。あの養殖の鮭は、まあ、残すそうですね。天然は食べて、天然の鮭はね、あのこの皮のパリパリがいいん で、 ぜひ皮を食べてください。で、魚って多分どの魚にも言えると思うんですけれども、魚って皮岸のところが一番脂があるので、皮際の身がね、はい、そうなんです。それをできれば一緒に食べていただきたいです。鮭はのアンチエイジング効果も ね、 そうですね、ありますから、はい、ぜひ皆さんこの沖鳥鮭、はい、お召し上がりください。よろしくお願いします。これ、はい、もう武蔵さん、もううちの3番バッターぐらいですねありがとうございます。この名前のセンスすごいですね、タコおやじ、はい、お墨付きですんで、はいはい、こちらはですね、北海道で漁獲されたタコをですね、うん、もう可能な限り柔らかく煮てですね、本当にお年寄りの方とかお子様でも本当に噛み切れるぐらい柔らかく煮てありますので、そのままお刺身でももちろん美味しいですし、これも調理してあるんで自然解凍でそのまま、はい、あ、そうですね、ですよね、はい、これタコの種類でいうと何ダコ？これは水ダコっていう種類になりますね。北海道独特の、はい、あ、美味しいですよね。実は世界最大のタコです。世界最大の、はい、世界最大のタコおやじですね。これタコおやじです。タコおやじすごいです。ぜひお父さんたち食べてください。ぜひよろしくお願いします。さあこれはでかい、これはタコおやじの足ですか。タコおやじのおやじですね。おやじのおやじこれはもう一本丸ごと。そうですね、やっぱりこちらの商品は普段こっち食べてる人でも、はいはいはい、ね、年に1回はこっちっていうような商品、小さい親父を食ってる人は、ね、たまにはもう、そうですね、でっかい親父を。こちらの場合太いので、はいはい、もちろんお好みの太さで切っていただくこともできますし、この太さですとお寿司でも十分取れる。これだってスライスしたらかなりの人数食べれます、ね、そうですね。これが8個ついてるから相当大きいですね。いや大きいです、大きいです。やっぱり世界最大なので、すごい、世界最大のタコ親父の足、ぜひ食べてください。よろしくお願いします。いやー、もう今年も、今年今までで一番良かったね、いい商品を北海道の吉田幸太郎が勧めてくれましたんで、皆さんぜひ、
北海道祭り、お楽しみに期待しててください。じゃあ帰ります。